ロリポップチェーンソーフューチャリングアクション。まずは基本アクションから。チアアタックは素早く隙のない動きが特徴。華麗な身のこなしでゾンビを翻弄しよう。チアジャンプならゾンビの頭上を軽やかに飛び越えられる。あらゆる空中技の起点となるアクションだ。ローアタックは這いつくばるゾンビに絶大な威力。倒れたゾンビへのとどめにも有効だ。チェーンソーアタックは殺傷力の高さが魅力。ゾンビがグロッキー状態なら一発で首が飛ばせる。基本アクションを組み合わせることで様々なスペシャルアタックを繰り出すこと。ゾンビの状態を見てより効果的なコンボを炸裂させろ。一撃で複数のゾンビにとどめを刺せればスパークルハンティングだ。グロッキーにしてから倒すもよし、攻撃力の高いコンボで直接狙うもよし、君だけのスパークルハンティングを見つけよう。物語が進むとチェーンソーは2つのフォームに変形。まずはチェーンソーダッシュ。ステージに置かれたジャンプ台を飛んだり、ゾンビたちを突き飛ばして進むことができる高速移動フォームだ。そしてチェーンソーブラスター。遠くにある標的を撃ったり、チェーンソーでは歯が立たないものも破壊できる。恋人のニックも攻撃に参加だ。ニックルーレットで止まった絵柄の技が発動。二人の愛の力でゾンビたちを蹴散らすのだ。ジュリエットの向かう先にはさまざまな障害とバラエティに富んだアクションイベントの数々が待ち構えている。6月14日、いよいよ発売。さあ、ゾンビ狩りだ。18歳以上対象のプレミアムエディションも同日発売。お買い求めの際はお間違いなきようお願い申し上げます。